日本東京都板橋区なりますなりますは東京都板橋区の町名。現行行政地名はなります1丁目からなります5丁目。住居表示実施済み。郵便番号は175-0094。なります北口通り商店街東京都板橋区西端に位置し、南は練馬区と西は埼玉県和光市と隣接している。東部東上線を挟み、南側が なります1丁目、なります2丁目、北側が、なります3丁目、なります4丁目、なります5丁目となっている。埼玉県との境は、旧白子川などの流路が採用されているため、白子川を越えて、和光市白子に食い込んでいる地域や、白子がなります側に食い込んでいる地域もある。同地には、東武東上線なります駅と東京メトロ、有楽町線、 福都新線地下鉄成増駅がある。池袋方面の隣駅はそれぞれ下赤塚駅と地下鉄赤塚駅で、川越方面の隣駅はどちらも埼玉県和光市の和光市駅となる。成増駅の南口には、成増スキップ村と呼ばれる商店街があり、マクドナルド成増店などの商業施設のほか、高層マンションもある。 モスバーガー発祥の地であり、モスバーガー1号店は、ナリマス店である。北口には西遊などの商業施設がある。都市銀行は、水穂銀行、三井住友銀行、リソナ銀行などの支店がある。かつて南口には、大英ナリマス店があったものの、2019年12月31日に、閉店した。2020年7月23日現在、 同店が入居していた建物にはバリケードが施されている。成増駅及び地下鉄成増駅が最寄り駅となる地区として、赤塚新町3丁目や赤塚3丁目、赤塚指定目、赤塚5丁目、練馬区、旭町及び埼玉県和光市白子などがある。駅付近は賑やかであるが、徒歩10分強で南側に、かつての成増飛行場跡の光が丘公園、 北側には、板橋区としては希少な第一種、低層住居専用地域指定の住宅地もある。成増五丁目の白子川沿いには小池屋本社がある。成増駅の南口側はほぼ平坦な地形だが、北口側は起伏に富んで折り坂が多い。北口再開発が行われ、駅前ロータリーの整備、複合施設、アクト、それと駅とを渡すデッキなどが完成。さらにその後、 複合施設、アリエスも完成。アクトの各は、声優なります店とアクトホールで、アリエス内には、板橋区立なります図書館、なりますが、丘郵便局、ハローワーク池袋、なりますワークプラザ等がある。また、第1次、第2次に次ぐ、再開発が検討されており、現在は、地区の設定を含めて、整備内容等についての研究が行われている。 成増駅の南口側には、スキップ村やスズラン商店街など、古くからの商店街があり、大規模な再開発は行われていない。ロータリーはあるがやや狭く、一般の車が出入りするにはあまり余裕がない。地下鉄成増駅の出口はすべて、川越街道沿いにある。住宅地の地下は、2015年1月1日の工事地下によれば、 成増一1の16の1の地点で39万6千円平方メートルとなっている。室町時代から明治時代にかけては赤塚六花村の一つであった。成増エリアは1871年に浦和県から東京府に編入され、1889年の町村制により赤塚村大技の成増となり、 1932年に板橋区成増町となった。現在でも行政の区分としては赤塚地域に含まれることが多い。太平洋戦争中は首都防空を担う旧陸軍航空隊の基地である成増飛行場があり、終戦後は大規模な拡張整備が施され、アメリカ空軍の住宅施設、グラントハイツとして生まれ変わるが、返還後の跡地は、 光が丘団地などへと転用された。地名の由来は諸説あるが、この地を開墾した、田中左京聖駅の名、聖マスが転じて、成りますなったとする説が有力である。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東武東上線成ります駅南口。 ありがとうございます。